ああ、意外と早いじゃねえか。実は今日ここに上様をお呼びしてよ、武芸の試合が行われるんだぜ。御前試合ってやつさ。試合見ていくだろう。とりあえず中を案内するぜ。ここが砲術場だ。高島流砲術ってのを教えている。これからの時代必要な技だ。ここではヤブサメをやってる。おいおい西洋式の馬術へ切り替えていく予定だ。ここが剣術場だが、今は御前試合の会場になってるぜ。上様ももういらっしゃっているはずだ。おい、お、龍馬じゃねえか。あとはあいつと好きに見学してってくれ。おお、やっと来たかい。おまんも御前試合に出られるよう頼んどいたぜよ。おまんなら出た位置言うと思っての。なに、わざわざ礼を言わんでもええき。3回勝てば公方様から直々に褒美をいただけるそうじゃ。もちろん褒美も楽しみじゃけんど、今の公方様は聡明で話のわかるお方やち聞いちょる。一度会うてみたかったんじゃ。さあ、試合の準備はできちょるかい。おいたら始めるぜよ。おまんの腕ならきっと大丈夫じゃ。ちゃちゃっと片付けちょくれ。山岡鉄舟注文じゃ。わしと同じ北進一刀流を使いこなす剣豪ぜよ。豪気なもんとして有名だろう。やつの突き技は木刀でも鉄の壁を貫くち聞く。行くかえ。わしが見守っちょるき決まるぜよ。なかなかの手だれと見た。まい、それまでも
すがじゃのう。次の試合いけそうかい。よし、さっきの勢いのまま頼むぜよ。よく負けを認めようぞ。ここまで来たら誰が相手でも勝つのみじゃ。さあ準備はええかえ。この3戦目を勝てば褒美をいただけるき、何としても突破するぜよ。嬉しい限りです。いずれまた胸をお貸しください。ようやったの。これで褒美はわしらのもんじゃ。いや見てたぜ、大したもんだ。その腕を見込んでもう一試合やってくれだとさ。まさか勝さんと戦えっちゅうことかい。負けたら褒美はなしとか言い出すつもりじゃないじゃろうな。
お前さん、鉄舟殿や泥舟殿を破ってやがるからな。今回は鼻から剣を抜かせてもらう。なんてな、なわけねえだろ。とにかく上様がお前さんの試合をもう一戦ご覧になりたいってんで、暇でもねえ俺がわざわざこうして頼みに来たってわけだ。それと次は真剣で立ち会ってほしいとおっしゃっている。相手も了承済みだ。下手を打ちゃ大怪我じゃ済まねえが、褒美は期待していいぜ。さあどうするよ。今さら真剣じゃき言うて臆するおまんでもないじゃろう。あと一戦決まるぜよ。さあ行けるかい。誰が相手じゃろうとおまんならきっと勝てる。信じちゃるぜよ。吉原で会うた。おっと、人違いじゃねえか。俺は征夷大将軍徳川慶喜だ。ぜ、征夷大？久保様かい！血が騒いでな、出てきちまった。わ、私どもには久保様を任せようなどという気は。おい、座らんか。おい、そんなにかしこまるなよ。俺はな、あんたに負けて痛快だ。負けたことが。ああ、まさかあの手裏剣をかわす奴がいるとはな。公部署に春英を集めた甲斐があったってもんだ。お、次の試合か。これだけの人材が集まったんだ。日の本は立て直せる。俺が必ず異国と対等に渡り合える国にしてみせるさ。
前さん本当に天使なやつだな。上様を任しちまいやがるとは恐れ入ったぜ。なに、上様はそんなに器の小さい御仁じゃねえ。痛快だとおっしゃっていただろうが、この先は公武将を好きに使ってくれていいぜ。その腕より一層高めておくんだな。しかし朝廷に言われるままに京都へ出向かれるなど、いい機会だろ。京都は朝廷を担いで幕府を倒そうってやつらの本丸だ。こちらから乗り込んで蹴りをつける。なーに、手ぶらで行こうってわけじゃない。片森殿は、京都守護職として露払いを頼む。公部署は多士済々だ。好きなものを連れて行け。恐れながら身分や来歴を問わず腕に覚えあるものを広く募り、京の治安に当てたく存じます。バカな、上様を狙う不届き者が集まるだけだ。その場合はまとめて撃つ好機になりましょう。お前に任せる。御意、ではこれにて。